ゴリラの像が見えます。ちらほらいますね。じゃあちょっと貸し切りね。でもなかなか今時期難しいよね。難しい。うん。はい、というわけで今日も夜の街始まります。まあね、桜のシーズンなんで結構ね出やすいシーズンになりつつありますね。ここね一回行きましたね。今日はちょっと飲み屋街のね方まで歩いていこうかなと思います。時刻は9時をね待ってますけど、気温は15度ぐらいでしたね、さっき見たら。ゴリラの像が見えます。はい、これからねちょっと田町の方に行こうかなと思います。居酒屋さんやってるんですけども、酒屋さんねいろいろあるんですけども、そんなに人はいないですがね、この辺はやっぱり駅前かな。はい、というわけでもうそろそろで、もう田町かな、田町ですね。肉の市、これ1枚売りですね。これは1枚からね。
町工場のね前に来ました。ちらほらいますね。Hello girl, I miss you. Me too. Mama. ねえ、素晴らしいお店です。ありがとうございます、はい、じゃあちょっと貸し切りね。はい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 難しい、うん、But we have to fight. ああ、ね、ああ、もう。No problem, my son. How about you? Are you okay? Yeah, okay, I'm okay. Later, you. これ。あ、これデリバリー。Yeah. あ、もうやっぱりデリバリーも増えてきてるんだ。増えてるっていうか、やっぱり注文が。Not too much.But sometimes this is also kind of a preparation for everyone. And then in this pandemic, much better to be fight always. So, いただきます。うん。あ、ヤンニュー。ちょっとあれよね。スパイシーな。うん。これスパイシーっていうかさ、まあ、これでも、ハーブ。ああ。ハーブだってっていうかさ、ご飯にも美味しいんだけど、ね。うん。ビールが飲みたくなるね、これね。でしょうね。ごめんね、また。急にね。はい。ありがとう。失礼します。頑張ってください。頑張ってください。これは、I will not open close that.というわけで、なんか柳町の方もね、閑散としてる感じですね。まあ、あの馴染みの店みたいなところに皆さん行ってるような感じはありますね。今日はこんな感じですけど、でもさっき通ったんですけど、まあ駅前中心がね多いですね。居酒屋さんとか多いですけど、そっからの中央町になるとなかなか難しいかなと。で、まあテイクアウトというかできるところはやってるようなね感じですね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。
カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。